今年も優勝候補筆頭。8月7日に開幕した第106回夏の甲子園。今年は2018年に大阪桐蔭の最強世代と決勝戦で激闘を繰り広げた秋田の金足農業が6年ぶりに出場することも話題になりました。このような話題の高校が出場する一方で、東海大相模、花巻東、智弁和歌山といった甲子園常連校も名を連ねています。そんな中、大会前から優勝候補の筆頭として挙げられているのが大阪桐蔭です。2018年以来となる夏の優勝を目指す大阪桐蔭はエース平島をはじめ、2年生コンビの森、中野といったハイレベルな投手陣が揃い、打線も予選で6割近い打率を残した徳丸、酒井を擁するなど投打のバランスが取れたチームに仕上がっていましたが、2回戦で敗退してしまいました。そんな大阪桐蔭ですが、今年のチームはこれまでの大阪桐蔭のイメージから激変していると話題になっています。では今年のチームはこれまでと何が違うのでしょうか。そこで今回は現在の大阪桐蔭と最強世代との共通点について探っていきたいと思います。大阪桐蔭の変化。これまでの大阪桐蔭は中村剛也、中田翔などのスラッガーが打線の中心に座り、爆発的な攻撃力で対戦相手を沈めてきました。しかし今年の大阪桐蔭はこれまでとは少し異なり、長打から単打へと選手の意識が変わっていきました。それを象徴する試合が大阪府予選の対履正社戦です。履正社は昨年の大阪府予選決勝でエース前田悠伍を擁しながらも敗退した因縁の相手。選手たちも履正社との試合でしか去年の負けを取り返せないと気合十分で試合に臨みました。この試合、大阪桐蔭は12対2で5回コールド勝ちとなりましたが、実は本塁打は0、単打を量産し、さらに四死球を絡めての大量得点。この試合についてコーチの橋本翔太郎は、今年のチームはこれまで結果で一喜一憂していました。しかしチームで勝とう、その意識が徹底できました。やはり勝つ世代は徹底できたチームです。2014年も2018年もそれができたから優勝できたと思いますと話します。常に優勝を求められるチーム。今年の選抜の2回戦を勝利したことで西谷監督の甲子園通算勝利数が歴代1位となるなど、今や全国の強豪校が打倒大阪桐蔭を掲げるほどの強さを見せています。そのため大阪桐蔭には常に優勝の2文字が求められています。西谷監督自身も大阪府予選決勝戦後のインタビューで、毎日子供たちには日本一ということを話しています。ただ最初から日本一を目指しては大阪を勝ち抜けない。今日大阪代表になれたので本気で日本一を目指していきたいと話すように、西谷監督や大阪桐蔭は常に一番を目指すというのが変わらない方針です。プロとは違い、毎年違う戦力で戦う中で強いチームを作り上げていく西谷監督。しかし今年の大阪桐蔭は今までと違う野球スタイルで日本一を目指していくようです。新バットは難しい、長打狙いから単打へ、この意識の変化には今年の春から導入された低反発バットが影響しているようです。この新バット導入について西谷監督は、春の時点で高校野球が変わる、打ち勝つことが難しく、ロースコアの試合が増えてくる、この新バットにうまく対応できたチームが上に残っていくと話しました。また愛工大名電の監督も、これまでは本塁打になった打球もスタンドに届かなくなる、そのため機動力、スモールベースボールが大事になると話します。このように新バットの導入によりチームの攻撃スタイルにも変化が生じました。大阪桐蔭にはこれまでフルスイングをする選手が大勢いましたが、勝つためには変化が必要です。戦い方を変えるために参考になったのがライバルの履正社です。橋本コーチは、飛ばない新バットで戦う中で履正社のような野球も一つの考え方なんだなと参考になりましたと話します。つまり今までのように長打を狙う打撃ではなく、単打に走塁を絡める新しい大阪桐蔭の野球。西谷監督も、理想の打撃を追いかけたいが、トーナメントを戦うにあたってどんな打撃をしていくかは難しい問題と話します。実際に大阪桐蔭の野球は変化を見せました。その象徴がこれまで4番を打ってきたラマルがスタメンから外れていることです。ラマル自身も新バットについて、
しっかりと捉えれば打球は飛びます。しかし変化球などを意識すると難しいなと感じますと対応の難しさを話します。そのためラマルは準々決勝で本塁打を放つも大会終盤には控えに回りチームの勝利に徹しました。そして大阪桐蔭は準決勝から打線を変更しました。この決断がチームに大きな変化をもたらしました。その象徴となったのが2番に座る吉田翔輝です。大阪桐蔭のキーマン。春の選抜ではレギュラーだった吉田は6月の試合で左足を疲労骨折と大会までの1ヶ月間戦列を離れていました。こうしたブランクがある中で西谷監督は俺を出してくれというのが感じられたと大阪府予選の5回戦から吉田を復帰させました。本来は2番を打つ吉田ですが西谷監督は履正社戦から1番での起用を決めました。これについて橋本コーチは2番打者はいろんな使い方をされます。僕のようにバントやエンドランでつなぐタイプもいれば2014年の峰本のような天才バッターを置く場合もあります。吉田は本来2番ですが1番も打てます。今のうちには酒井、徳丸、内山のクリーンナップがいるので吉田には何としても出塁してもらいたいというのがありますねと1番での起用について話しました。それが功を奏したのが履正社戦でした。履正社相手に衝撃のコールド勝ち。昨年の決勝戦のリベンジに燃える大阪桐蔭。前日のミーティングで西谷監督からは点差が開けば相手も足を使えなくなる、だから点を取りに行こうと選手たちに伝えました。しかし前日にこう話すも西谷監督自身は試合後に履正社相手に大量点を取れるとは思っていなかった。特に今日の球場は本塁打が出にくいので選手たちにはしっかりと低い打球をと伝え、それをうまく実行してくれましたと話しました。この試合では初回に履正社は足を使った攻撃で先制点を取り、試合を優位に運ぶかに見えました。しかしその裏、大阪桐蔭は単打や犠打を絡めた攻撃を見せ逆転に成功。2回にも6点を取るも打った安打は全て単打。この試合で見せた大阪桐蔭の単打を意識した打撃。これについて4番の徳丸は、もちろん長打が出るのがベスト。しかしチームとして単打をつないで少しずつプレッシャーを与えて一気に得点していこうと言っていました。みんないい形でできてよかったと話すなど、これまでとは違う新バットに対応した新しい大阪桐蔭の野球を見せ、勝利をつかみました。最強世代との共通点。甲子園を春夏連覇し、最強世代と呼ばれた2018年の大阪桐蔭。この年は当初藤原恭太を1番に据えました。その後に宮崎仁斗を1番に、そして中川、藤原、ネオのクリーンナップを形成しました。この打線が機能し甲子園春夏連覇を達成しましたが、今年の大阪桐蔭も2018年と似たようになってきました。しかしまだ今年の大阪桐蔭は発展途上です。大阪府予選の決勝ではフライアウトが多く、まだまだ打撃陣が機能しているとは言えない状況です。そんな中4番を務めた徳丸は甲子園に向けて、選手たちはそれぞれ新バットへの考え方はあると思います。しかしチームとして強い打球を打つ心がけで臨んでいます。春先まではうまく対応できませんでしたが、夏に向けて徐々に掴んできた感じはあります。あとは甲子園で結果を出すだけなので、チームを勝たせられたらと思いますと意気込みを語りました。また甲子園に向けて西谷監督も、準備が大切、メンバーを含めてチームをどう持っていくかが重要になってくると話しました。今年の春から導入された新バットにより変化を見せる高校野球。春の選抜では大会を通じて本塁打はわずかに2本にとどまるなど、野球の花でもある本塁打の減少が高校野球ファンにどのような影響を与えるのでしょうか。またそんな中でも大阪桐蔭にはファンの心をつかむ野球をこれからも見せてもらいたいと思います。